から最新の台風情報をお伝えいたします。現在日本の南の海上に台風16号が発生しています。雲の様子からまず見ていきましょう。こちらひまわり8号の赤外画像となっています。こちら白くまとまった雲の塊、渦を巻いていますが、こちらが台風16号の雲となっています。日本域にはこの白くまとまった雲が広がっていますが、こちらは秋雨前線の雲となっておりまして、この台風周辺の暖かく湿った空気がこの南にある高気圧の縁を通って流れ込んできておりますので、台風接近前でもこの前線の影響を受けて日本域では雨が強く降るところがありそうです。現在も中国地方を中心に激しい雨となっておりますので、台風接近前間接的に影響を受けるような形になりますので、雨の降り方この後も注意をしてください。そして明日にかけて近畿や東海、関東などでも雨が強まる恐れがありそうです。最新の雨情報を確認するようにしてください。この後台風はこの高気圧の縁を通って日本に近づく形となっていきそうです。台風の最新情報を台風チャンネルで確認していきましょう。こちら21時現在の最新の台風情報となっています。現在地は与那国島の北の海上約 160km、 中心気圧が 950hPa、 中心付近の最大風速は 40m と強い台風となっています。先ほどまで非常に強い台風となっていましたが、現在は海水温が低いところを通っておりますので、トーンとしては少し落ちているような形になっています。ただしまだ強風域が先島諸島を中心に広がっていますので、風の強まり、そして波の高さなどはこの後も警戒をしてください。暴風域は抜けておりますけれども、この後だんだんと北の方向、時速15キロのスピードで進んでいきまして、だんだんと日本域に、本州にですね、近づいてくる形となっていきそうです。20日の21時ごろになっていきますと、九州に最接近、上陸する予想になっております。ただしこの台風の進路、そしてスピードなどはまだブレ幅があるような状況となっていますので、こまめに最新の見解を確認するようにしてください。直接的な影響というものは連休明けの20日ごろから影響を受け始めるという形となっていきますが、それまで前線の影響を受けて雨が強まる恐れもありますので、こちら雨情報と合わせて最新のものを確認するようにしてください。以上、予報センターから最新の台風情報をお伝えいたしました。